ドゥアルヌネ、またはドゥアルネネスは、フランス、ブルターニュ地域県、フィニステール県のコミューン。時代の経過とと,ともに、イワシの海遊に移り変わりがあり、漁業の多様化が進んでも、ドゥアルヌネは、未だイワシ漁の主要港であるという評判をなくしていない。1970年代後半から1980年代まで、漁港として繁栄したが、その後急激に衰退した。 漁業活動は今や限界に達しているが多くの漁船が入る港である。トレブール及びポールリュといったフィニステール県有数のマリーナも抱えている。住民は自らをドゥアルヌニストと呼ぶが周辺コミューン住民はペンサルダンと呼ぶ。これはドゥアルヌネの女性が民族衣装を身にまとうとき頭につけるコアフがイワシの頭に似ていることからついた名称である。 1945年以降、ドゥアルヌネは近接するプロアレ、プルダビド、トレブールといったコミューンを併合している。カンペールの北西2 5トルほど、ドゥアルヌネ湾の奥に位置する。海岸から5 0ル沖合には、干潮時には、徒歩で行ける小島、トリスタン島が浮かぶ。1541年に、ドゥアルヌネとなる以前、港は、サンミシェル集落、その後1520年には、 トリスタン島の町と呼ばれていた。旧市街とサンミシェル教会プロマールにあるガルムの貯蔵タンクの存在が古代よりこの地があったことの証明となる。プロマールのガルムは魚醤のような調味料で紀元1世紀から276年までの間に作られていた。この後に続く年月、北欧の海賊の襲撃によってブルターニュ西海岸のアルモリカ地方は荒れ果てた。 最古のドゥアルヌネは、ローマ人にも知られていた。カユスアレニュースアルスは、おそらく、ガリアナルボネンシスから来たのだろう。彼の名前は、カンペールにある、県立ブルトン博物館所像の宝納石碑に刻まれている。ロクロナン産の布地が輸出されたのが、プールダビドだった。プールダビドの名は、様々な方法で記されており、中世の多くのカ図に記されている。 そこにはいくつかの建物があったことを示している。椅子伝説によると、神の罰として、海に飲み込まれる前の椅子は繁栄した湾の町であった。12世紀に成立した、この伝説は、歴史上の人物に基づき、スカンジナビア人襲来前の千年前後の地方を舞台に、コルヌアイユの古い神話を再構築したものである。12世紀初頭、コルヌアイユ市境ロベールは、 トゥールのマルムーディエ修道院にトゥトゥアン島を寄贈した。この島は古い時代のトリスタン島を意味する。トゥトゥアンとは、聖、トゥディを指し、町の名の起源とされる。一般的な説明として、ドゥアルヌネはブルトン語、デュファーハアーアネスの変形であるという。基神の消門から、そこには、教会があった。16世紀後半のユグノー戦争では、コルヌアンユでは、 ギードラ・フォンテネル将軍率いるリーグ側が優勢だった。当時トリス担当が彼らの本拠地だった。島の統治が委託されていたことから、宗教戦争が終わるまで合意が更新され続けていた。彼らの虐殺行為を忘れなかったスペイン当局が有罪を確信し、彼は1602年9月にグラブ広場で拷問死した。 ルイ14世時代には町がボンネットルージュの反乱に関係したことで知られた。1921年市長選挙でセバスティアン・ベイが当選したことでドゥアルヌネはフランス初の共産党の自治体となった。参照元1962年までカシニード、イヘス1968年以降 INSEE2004 年12月22日、コミューン議会はヤーリー。 あるブレイジョに被検証を批准した。2008年2月8日、コミューンは検証のレベルにお付与された。2007年の新学期では、ドゥアルヌネの学童の6.9%が、ブルトンごとの二言語学校に在籍していた。ドゥアルヌネには、病院が1カ所、タラソテラピーセンターが1カ所、リハビリテーションセンターが1カ所、老人ホームが3カ所ある。ドゥアルヌネは、 1860年以降にパン職人スコルディアが考案したクイニー,ーアマンで有名である。ブルトン語でバター菓子を意味するその名称は原材料も示唆している。ありがとうございます。